先ほど行われました男子 800m の結果をお知らせします。1着一ノ君、岐阜経済大学、記録1分51秒85。2着渡辺君、愛知大学、1分52秒81。3着柴田君、中京大学、1分53秒54。4着城大君、岐阜経済大学、1分54秒38。5着渡辺君、名城大学、1分55秒24。6着磯崎君、名工大学、1分55秒82。7着西尾君、名古屋大学、1分56秒26。